カーラは新しい仕事を得て、マンハッタンの高級アパートに引っ越しました。彼女のマンションは13階建てで、1階には5人が住んでいます。各階の住民は1階下の階より2人多くなっています。エレベーターを一番多く呼ぶのは何階でしょう？1階以外の階に住んでいる人は、どの階に行くにもエレベーターを呼ばなければいけません。したがって、1階は他の階よりもエレベーターを呼ぶ頻度がはるかに高くなるはずです。カーラは隣人のメイソンに会いました。彼には4人の娘、ハンナ、エル、イブ、アンナがいます。名付けのパターンがわかりますか？ヒントは英語です。彼の娘たちの名前は回文になっています。左から右に読んでも、右から左に読んでも同じ名前ですね。カーラはエレベーターに乗り、自分が住む13階まで行きます。エレベーターはカーラの希望の階まで連れて行きましたが、エレベーターを出てすぐ慌てました。なぜでしょうか？鏡を見てください。13という数字が正しく反映されていません。4人の引っ越し業者がカーラの段ボールを運ぶため現れました。しかし、そのうちの1人は偽物です。誰が偽物かわかりますか？左から3番目の男は唯一カーラの名前が書かれていない箱を運んでいます。また腕にギプスをつけていて、それを手袋と袖の下に隠していますよ。カーラはそんなに簡単には騙されません。翌日、カーラは近所の人たちから引っ越し祝いのバスケットを4つもらいました。しかし、そのうちの1つは安全ではありません。どれだかわかりますか？2つ目のバスケット、美味しそうですが、よく見てください。このクッキーに入っているのはチョコではなく虫です。キモ！カーラは部屋掃除の代行を頼みたいと思っています。彼女は3人の候補者に面接をしました。サンドラは20年の経験があると言います。ハリーは請求書の支払いや食べ物を買うなどの生活費を稼ぎたい学生です。ビアンカは最近実家から引っ越してきたばかりで、できるだけ早く仕事が必要だと言います。誰が嘘をついているのでしょうか？ハリーです。よく見てください。彼は本物の人間にしては透明すぎます。幽霊は請求書を支払ったり、食べ物を買ったりする必要がありません。嘘つき！カーラのマンションの屋上にはプールがあります。彼女はプールのシャワールームで3人の隣人に会いました。その中の1人は地球の人間ではありません。誰だかわかりますか？左の女性が宇宙からの訪問者です。彼女の足の指は5本ではなく7本です。またおへそもありません。しかもシャワーの水が体を通り抜けていますね。カーラが家に帰ると高価な絵画が盗まれ、安価なコピーに入れ替わっていることに気づきました。どうしてわかったのでしょうか？右の絵の額縁は他のものより少し細くなっています。だから偽物だと分かったんです。カーラは近所の人に話を聞いてみることにしました。隣の2つのドアをノックします。アシュリーとミーガンはカーラの両隣のマンションの住人。2人の女性には恋人がいますが、そのうちの1人は三股をかけています。どちらだか分かりますか？アシュリーの冷蔵庫にはケーキが3種類あります。きっと3人のお客さんが別々に来たのでしょう。カーラは絵画を盗んだ泥棒を見つけるため警察に通報しました。警官たちは現場を調査し、すぐに3人の容疑者に絞ります。この絵を見ただけで誰が犯人かわかりますか？
泥棒は絵の前に敷いているカーペットにスニーカーの足跡を残しました。この足跡に合う靴を履いているのは右の男性です。翌朝、カーラは森にハイキングに出かけます。いつの間にか迷子になってしまいました。彼女が選べるルートは3通り。左のルートには動物の足跡があり、真ん中のルートには人間の足跡があります。右のルートは川沿いです。どの道が最も信頼できるでしょうか。カーラは右のルートを選ぶべきです。動物は危険かもしれませんし、人間も信頼できません。でも川ならカーラを都市部や海岸のある場所に導いてくれます。夕方、カーラは地元のコンサートホールに行きました。この中の一人は本物の魔法使いです。それが誰かわかりますか。左の男は袖の下にトランプを隠しています。真ん中の男は細い糸を使ってトランプを浮かせています。しかし右の手品師のトランプは種も仕掛けもなく浮かんでいます。つまりこの手品師は本物の魔法使いということです。カーラは古代エジプトを舞台にしたオペラを見に来ました。俳優たちも本格的な衣装を着ています。ショーの後、カーラは彼らに会うためにバックステージへ行きます。しかしその中の一人は俳優ではなく、過去からやってきたタイムトラベラー。偽物の俳優を見つけられますか。4人が皆古代エジプトの衣装を身につけているので、一人ずつ排除していきましょう。まず左の男はスマートフォンを使っているので、彼は俳優の可能性が高いですね。左から2番目の女性は現代風のマニキュアをしているので、彼女も除外します。一番右の女性は足にスポーツカーのタトゥーをしているので、彼女も現代の人でしょう。ということは左から3番目の男がタイムトラベラーです。カーラは夜遅くオペラから帰ってきてマンションに到着。誰もいないロビーに入ると、突然地下室から奇妙な音を聞きます。カーラはそれを確認しに行ったところ、秘密の不気味なダンジョンに迷い込みます。彼女は4文字のパスワードを必要とする暗証番号付きのドアを発見。ドアの隣には鏡があり、その表面にはライブという単語が書かれています。カーラはこの単語を入力してみたのですが、間違っているようです。コードの解読を手伝ってくれませんか。鏡が手がかりになります。カーラはこの言葉を鏡に映すべき。するとコードのイーブルが出てきました。カーラがドアを開けました。彼女は不気味な部屋で秘密の会合が行われているのを目撃。参加者全員がローブとマスクを着用しています。彼らはカーラを捕まえ取引を持ちかけました。もし彼女が彼らの謎を解けたら、そのクラブの一員になれます。しかし解かなければ永遠にダンジョンに閉じ込められてしまいます。謎は次の通り。隣人が間違いを犯すと取り除くもの、それは何。カーラを助けてくれませんか。消しゴムです。カーラは見事正解。そしてカーラは一人で鏡の間に入るように招かれました。不思議な鏡に映る自分の姿がいくつも見えます。しかし突然彼女は怯えて叫びました。なぜでしょうか。映っている姿の一つがカーラのものではなかったのです。つまりこの部屋にいるのはカーラ一人ではありません。カーラが次の部屋に入ると、打ち捨てられた薄気味悪いシャワー室に閉じ込められました。彼女は脱出するため3つの扉のうちの1つを選ばなければいけません。左の扉の後ろにはお腹を空かせたネズミの群れがいます。真ん中の扉の後ろには未知の発光物質があり、有害かどうかは分かりません。右の扉の後ろは炎に包まれています。どの道が比較的安全でしょうか。カーラは3番目のドアを選ぶべきです。周りを見てください。彼女はシャワー室にいるのを覚えていますか。バケツと水を使って火を消せばいいんです。次にカーラはこの難しい円形の迷路から脱出する必要があります。彼女を助けてくれませんか。
こちらが正しいルートです。カーラが次の部屋に入ると、巨大でシックなダイニングルームでした。ローブとマスクを装着した3人が彼女を見つめています。しかしそのうちの一つは彫像です。どれが彫像なのでしょうか。左の人物は呼吸をしています。真ん中の人物は瞬きしているのがマスク越しに見えますね。つまり右の人物が彫像に違いありません。マスクをした人々がカーラに3通の封筒を渡します。彼女はその中から1つを選び、中のものをギフトとして受け取ることができます。1つには1億ドルのダイヤモンドネックレスが入っています。もう1つにはウールの靴下が入っています。そして3つ目には現金で1万ドルが入っています。それぞれの封筒にはメモが書かれています。1つ目の封筒にはネックレスは入っていないと書かれています。2つ目にはネックレスはここに入っていると書かれています。3つ目にはネックレスはここに入っているかもしれないと書かれています。カーラが正しい選択をする手助けをしてください。彼女は書かれていることを無視して封筒の重さを測りさえすればいいんです。求める封筒は他のものよりもはるかに重いはず。カーラはネックレスを手にしました。秘密クラブのメンバーがローブとマスクを外し電気をつけます。カーラは彼らが近所の人だと気づきました。これは全て歓迎のいたずらだったのです。でもまだ何かがおかしいですよ。それが何だか分かりますか。このランプが浮いています。Oh my God。 3人の裕福なビジネスマンがブルック刑事に訴えています。今週3人全員の車が盗まれたのです。しかも犯罪者は何の手がかりも残していません。しかしブルックは泥棒のパターンを見つけ出しました。そして車泥棒が近いうちに新たな犯罪を犯すと考えています。マイク、コリン、そしてビルは高級車を所有しており盗難に怯えています。車泥棒は今夜誰の車を盗むつもりでしょうか。答えが分かったらぜひコメントで共有してください。盗まれた車を順番に見ていきましょう。車の色は虹の色と一致しているようです。赤、オレンジ、黄色の順ですよね。つまり今回は緑色のコリンの車が狙われるはずです。名探偵ブルックは車泥棒のガレージを見つけ中を捜索。秘密のドアは組み合わせロックで保護されています。ドアの隣には4つの画像が記されたメモがありました。ブルックはしばらく考え、4つの数字を押すとドアが開きました。どの数字を押したのでしょう。分かった人はコメントで教えてください。コードは2731です。それぞれの数字は画像にあるものの色の数に対応しています。ブルックは秘密の部屋に入り、テーブルの上に6つの指輪を見つけました。後で必要になるので細かいところをよく覚えておいてください。さて、さっきの写真には存在しなかった指輪を見つけることができますか。答えを共有してください。A、C、F の指輪はここにはありませんでした。一日の仕事を終えたブルックはお腹がペコペコです。甘いものが食べたいのでお菓子屋さんに行きました。ブルックが選べるのは綿菓子、ペロペロキャンディ、リンゴ飴の3つ。どの食べ物が危険ですか。コメントでお知らせください。綿飴をよく見てみてください。中に小さな雲が紛れ込んでいます。キモ。リンゴの中には青虫がいますよ。ブルックが買うべきはペロペロキャンディーで決まりです。
フードコートを通りかかったブルックは二家族を目にしました。一方は非常に裕福で、もう一方は非常に貧しい家族。どちらがお金持ちで、どちらが貧乏か分かりますか？よく考えて下のコメント欄にぜひ答えを書いてください。右の家族を見てみましょう。この腐った食べ物は食べず、息子がただ写真を撮っているだけです。一方左の家族は一つのピザを分け合って、おそらく無料の水を飲んでいます。また母親の携帯電話もとても古そうですね。多分お金持ちは右の家族でしょう。ブルックがレストランに歩いていきました。ウィンドウの中には6つバーガーがあります。よく覚えておいてくださいね。後で細部が問われますから。それでは9つの画像を見てください。最初の写真になかったバーガーはどれでしょう？答えが分かったら動画に高評価をお願いします。B、D、E のバーガーは最初の写真にはありませんでした。翌日、名探偵ブルックは新たな事件の担当となりました。大手国際企業の人事部長であるラリーが襲撃されたのです。事件は約1時間前に起こりました。ブルックは3人の容疑者を挙げます。1人目はリリー。会社の求人に応募し、ラリーが彼女を長時間待たせたことに腹を立てていました。リリーは雨の中外にずっといて風邪をひきましたが、彼は襲っていないということです。2人目はカイル。会社のマーケティングディレクターで、早朝からお昼まで会議に出席していたのでラリーを全く見ていないと言っています。3人目のジェフは IT 部門で働いています。カプチーノを買うために自転車に乗ってコーヒーショップに行って、ちょうど今戻ったところだと言います。襲撃したのは誰でしょう？コメントに一番乗りで教えてください。急いで。ジェフでした。自転車も服も乾いて綺麗ですよ。雨が降っているのになんで濡れていないんでしょう？ジェフは逃亡を試みます。探偵ブルックは彼を追いかけ、埃っぽい地下室にたどり着きました。そこには外へ続くトンネルが3つあります。左のトンネルは見えないモンスターに見張られていて、侵入者は襲われます。真ん中のトンネルは半分以上が有毒な水に浸水しています。これを飲むと人間にとって致命的。右のトンネルは突然変異したゴキブリにまみれています。飛ぶことや人を噛むことだってあります。どのトンネルが安全でしょうか？答えが分かったら動画に高評価をお願いします。真ん中のトンネルを選ぶべきです。水は飲むと危険なだけなので、ブルックは口を閉じてトンネルを歩けば安全です。翌日は休暇。探偵ブルックはビーチでくつろいでいます。突然彼女は近くで争う声を聞きました。この女性のスマホが盗まれたと言っています。ブルックはすぐに泥棒を発見。あなたは犯人が誰か分かりますか？この金髪の女性がスマホを盗んだ犯人です。自分のスマホで自撮りしていますが、彼女の水着の中には別のスマホが隠されています。バレちゃいましたね。正解した人は高評価をよろしくお願いします。探偵ブルックは木に6羽のオウムを見つけ、写真を撮りました。トイレに行って同じ木に戻ってきます。さっき撮った写真にはいなかったオウムはどれか見つけることはできますか？
AEF のオウムはたった今木に止まったばかり。難しかったですか？コメントでお知らせください。探偵ブルックは署から緊急連絡を受け取ります。別の惑星から来た危険な生物がビーチで遊んでいるというのです。人間にそっくりなのでブルックは注意深く観察しなければなりません。怪しい生物を見つける手伝いをしてくれますか？意見はコメントで共有してくださいね。ビーチボールをしているこの人は普通の人間にしては腕の数が多すぎます。探偵ブルックはコーヒーショップでノートパソコンを使って仕事中。そろそろトイレに行かなければ。私物をしばらく放置しておいても十分に安全だろうと考えトイレに向かいました。しかしトイレから戻ってくるとリュックもノートパソコンもなくなっていたのです。ブルックは外に駆け出し、ピクニックバスケットを持った3人のおばあさんたちが公園に座っているのを発見。おばあさんに話を聞きますが、怪しいことは何もなかったと言っています。ミス・アンダーソンは友人たちに合流したばかり。ミス・スミス、サンドイッチを食べながら新聞を読んでいます。ミス・ゴールドはリスの写真を撮っています。探偵ブルックは一人のおばあさんを逮捕しました。誰だか分かりますか？急いでコメントしてください。ブルックのリュックが赤色だったことを覚えていますか？ミス・アンダーソンのピクニックバスケットから赤いストラップが垂れ下がっていますよ。泥棒発見！探偵ブルックは猫、ラクダ、チーター、ニワトリ、ワニ、豚の6種類の動物が描かれたポスターを見ています。仲間外れなのはどの動物でしょう？豚です。動物を英語で書くと C で始まらないのは豚だけです。でも違う答えを思いついたらコメントで教えてください。ブルックに親友のアマンダから電話がかかってきました。彼氏のウィルが秘密を隠しているのではないかと考えています。アマンダは彼のノートパソコンにアクセスしてパソコンを調べたいと考えています。しかしパスワードが分かりません。幸い彼のデスクにはヒントのメモがありました。そこにはアップル、マン、ドーンと書かれています。パスワードが解読できたらこの動画に高評価をお願いします。パスワードはアマンダでした。彼女の名前をパスワードにするなんてかわいい。実はウィルはアマンダの誕生日にサプライズを用意していたのです。そしてロマンチックなヘリコプターの旅に招待しました。しかし残念なことにヘリコプターが空中で故障し無人島に着陸せざるを得ませんが、助けを呼ぶことができません。スマホも無線も故障してしまったのです。島には木が一本も生えておらず、周りには砂と岩しかないので煙信号を出すこともできそうにありません。その時アマンダは空を旋回するヘリコプターに気づきました。でも空高く飛行しているのでパイロットに気づいてもらえなさそうです。しかしウィルが素晴らしいアイデアを思いつき飛行機に発見されました。彼らは何をしたのでしょうか？よく考えて考えを共有してください。砂の地面に SOS と石を使って書いたのです。ヘリコプターはアマンダとウィルを本土に連れ戻してくれました。二人は家に帰るためにバスに乗らなければいけないのですが、目的地に運んでくれるのはこの4つのバスのうち1つだけ。どのバスか分かりますか？2番目のバスです。正解した人は高評価をお願いします。思考力を鍛えたい人はチャンネル登録をお願いします。ブライトサイダーの皆さん、頭を悩ませる謎々をご用意しました。さあ探偵になりきって謎を解いてください。
始めますよ。ジェイクは友人と賭けをするのが大好きです。今回はリビングルームの真ん中に水の入ったボトルを置いて、その中に這って入れるかどうかを賭けました。彼の友人たちは自分たちが勝つと確信。しかしどういうわけかジェイクはまた賭けに勝ちました。どうやったかわかりますか？ジェイクは部屋の真ん中に水の入ったボトルを置いて、その中に這って入ることができると言いました。でも彼が這って入るのはボトルの中なのか部屋の中なのかははっきりと言わなかったのです。というわけで彼は部屋の中に這って入り、賭けに勝ったんです。この謎々を解けますか？穴と穴がつながっているだけで、鉄のように強いけれど棒のように硬くはないもの、これは何？チェーンです。ディランは地下室に閉じ込められました。部屋の中にあったのはメモとペンだけ。一行で188を200にする方法が分かれば自由にしてあげようと書いてあります。5分後ドアは自動的に開き、ディランは自由の身になりました。彼は何をしたのでしょう？彼は水平線を引いて188を分割しました。こうすれば100が2つになりますね。スーパーにいるこの4人を見てください。スイカを盗もうとしているのが誰かわかりますか？サッカーボールを持った男です。重いものを抱えているように見えませんか？サッカーボールに見せかけたスイカに違いありません。ロバートは珍しいコインのコレクター。ある日彼は警察に一番珍しいコインがなくなったと通報しました。彼は犯人が同居している兄弟フレデリックかマシューのどちらかだと確信しています。兄弟の一人は古書を集め、もう一人は珍しい切手にはまっています。すべてのコレクションは家にある大きな部屋に保管されていました。部屋の鍵は暖炉の上に置かれた花瓶の中。兄弟以外にこの家を訪れたのはロバートの友人のマークだけ。警察は部屋が鍵を使って開けられていることを発見。指紋は見つかりません。コインを盗んだのは誰かわかりますか？マークです。指紋を消す理由があるのは彼だけです。兄弟は同じ家に住んでいるので指紋があっても不自然ではないですからね。この数字を解くには頭をとても柔らかくしなければいけませんよ。1は3で、3は5で、5は4、そして4は魔法の数字。この法則がわかりますか？英単語の1は3文字、3は5文字、5は4文字です。でも、4という英単語は4文字だからです。この絵を見てください。彼の妻はどの人魚かわかりますか？男の首にタトゥーがあるのが分かりましたか？アルファベットの L ですね。右の人魚にもタトゥーがあり、J と書かれています。お互いの名前の頭文字を書いている可能性が高いので、きっとこの二人が夫婦でしょう。次の絵を見てください。兄弟なのは誰と誰？兄弟なのはこの二人。顔に同じほくろがあることに気づきましたか？
のお年子でレースなんて初めて見ました。さて、ズルしようとしているのはどのマーパーソン？彼はタツノオトシゴのロボットを持っています。首の USB ポートが見えますか？次はビーチバレーをしている女子3人を見てください。人間じゃないのは誰でしょう？この子です。友達と比べてみても、暑さと運動で汗をかいておらず、顔が赤くなっていないのは彼女だけ。キンバリーはお金持ちのおばから古い家を相続しました。地下室を探検していると、重厚な木の扉を発見。ドアを開けると、小さな部屋に3つの袋とメモがあります。1つの袋には100万ドルが入っているけど、残りは空っぽ。開けられる袋は1つだけ。よく考えて。それぞれの袋にはメッセージが書かれています。一つ目の袋には、お金はここに入っていないと書かれ、二つ目の袋にも、お金はここに入っていないと書かれています。三つ目の袋には、お金は二つ目の袋に入っていると書かれています。メッセージの一つだけが真実なら、どの袋にお金が入っていますか？2つ目の袋と3つ目の袋にはお金は入っていません。もし入っていたら、2つ目のメッセージが正しいということになりますからね。つまりお金が入っているのは1つ目の袋。次のなぞなぞでは、算数能力が問われます。この数字と同じ数字を足して4倍にしてください。その数字を8で割ると最初の数字になります。この数字は何でしょう？どんな数字でも当てはまるんです。試してみてください。ジェイソンはクイズ番組に参戦し、決勝に進出できた2人のうちの1人となりました。テーブルには3つのカップが置かれていますが、安全に飲めるのは1つだけ。他の2つは毒入りです。毒入りのドリンクを飲んでも命を落とすことはないですが、不快な結果を招くでしょう。出されたドリンクは砂糖入りの紅茶、カプチーノ、ココア。ジェイソンはどれを選ぶべき？もし本当に紅茶に砂糖が入っていたのなら、完全に溶けているはずです。ですが溶けていませんよね。カプチーノも怪しげな緑色で、おそらく飲むのは危険でしょう。というわけで、ジェイソンはココアを選び優勝しました。ある男性が8階建てのビルにいた時、火災が発生。彼は窓から飛び降りましたが、打撲もしませんでした。そんなことありえますか？彼は1階の窓から飛び降りたのです。高速道路を走っていたら、車のタイヤがバーストしたんだ。タイヤを交換するために停車したんだけど、車に戻ってみるとバッテリーが上がっていた。周りを見回すと小さな町のようだったから、助けを待つことにしたんだ。その時突然ガラスが割れる音がした。夜で真っ暗だったから、ヘッドライトをつけると、大きなバッグを持った男が家から出てくるのが見えた。それですぐに最寄りの警察に駆け込んで犯罪を通報したんだ。ダリソンはそう警察に話しました。彼の話を聞いていた刑事は、その家から盗んだものはどこに隠したんだと尋ねます。どうして警察はそう考えたのでしょう？もしダリソンさんの車のバッテリーが上がっていたのなら、ヘッドライトはつけられませんからね。このバスの乗客の誰がゾンビかわかりますか？バスにはゾンビが2人います。首に包帯を巻き、片耳がない男。
そして窓際に座っているスーツを着た女性は奇妙なうなり声を上げています。いえ、この言葉はどういう意味かわかりますか？グッドがアフターの後に書かれているので、グッドアフタヌーン、つまりこんにちはという意味ですね。老夫婦が綺麗な新居を建て終えたのは冬のこと。夫が建築を、妻はインテリアを担当し、とても素敵な家が建ちました。老夫婦は孫たちに家を披露するために招待しました。しかし1時間もしないうちに子供たちは窓ガラスを何枚も割ってしまいます。フェンスも壊され、飾りも外され、屋根も台無しにされました。でも一番奇妙だったのは、祖父母たちが全然気にしていないこと。そこで何が起こったか分かりますか？祖父母はジンジャーブレッドハウスを作り、孫たちを招待して食べさせたのです。ある都市の博物館でダイヤモンドが散りばめられた高価な金の卵が行方不明になりました。朝、博物館の職員がそれに気づき、すぐさま警察に盗難を通報。市内で最も優秀な刑事がこの事件の捜査を開始します。彼女は慎重に映像に目を通し、3人の容疑者を特定しました。同時に卵が置かれていたガラスに手形があるのを発見しました。この手形と容疑者の手を見てください。誰が犯人なのでしょうか？この人です。見てください、手形が一部途切れています。何か邪魔なものがあるのでしょう。この人はちょうどこの辺りに指輪をつけているので、彼の指紋に違いありません。ある小さな町で、こちらもダイヤモンドや宝石が散りばめられた高価な銀の猫の首輪が何者かに盗まれました。店の主人が警察に連絡し、捜査が始まります。容疑者は3人。ジョンソンさんの言い分はこうです。娘の誕生日プレゼントにイヤリングを探しに来ました。ペットは飼ってません。マーチン夫人は、自分用のブレスレットを買っただけで何も盗んでいませんと言い、タナー夫人は、何を言っているのかさっぱりわかりませんと言います。首輪泥棒は誰でしょう？泥棒はジョンソンさんです。庭には猫の足跡がありませんか？彼は明らかにペットを飼っています。町で強盗が発生したのですが、数ヶ月間経ってなお捕まっていません。別の強盗事件が発生した後、警察は強盗が病院の中に逃げ込むのを目撃しました。中に入ってみると、2人の医師に出くわします。どちらの医師が変装した偽物で実は強盗犯なのでしょうか？聴診器の代わりにヘッドフォンをしているこちらの医師でしょうね。スティーブン夫人は3ヶ月間休暇を取るため家を空けました。家のメンテナンスのために定期的に作業員が家に入ります。しかし、スティーブン夫人が戻ってみると、従業員の一人がたまに仕事をサボり、許可されていない休暇を取っていたことに気づきました。庭の手入れをする庭師、家の中のすべてを管理する家政婦、家のペンキを塗りに来ていた塗装業者のうち、サボっていたのは誰でしょうか？家政婦さんです。見てください。観葉植物が干からびています。2週間ほど仕事をサボって、スティーブン夫人が帰ってくる直前に掃除したようです。この人の花嫁が誰なのか分かりますか？
こちらの女性です。見てください。彼と同じタトゥーがあります。ある小さな町の警察に次のような通報が入ります。モンスターがいつの間にか町にはびこり、今は人間に混じって暮らしているのだと。問題はないのですが、警察はモンスターをすべて特定し監視することにしました。モンスターがどの家に住んでいるのかを特定する手伝いをしてもらえますか。この2つの家のどちらかに吸血鬼が住んでいます。どちらの家でしょうか。この家に違いありません。家は暗く、すべての窓のブラインドが閉まっています。吸血鬼は日光が嫌いですからね。次はミイラが住む家を探してください。候補はここに2つあります。ミイラが住んでいる家はどちらでしょうか。これじゃないですか。見てください。家の周りに包帯がありますよ。次はノームの家探しをお願いします。2つの家の中を覗いてみてください。ノームが住んでいるのがどちらの家だかわかりますか。おそらくこの家でしょう。家具はすべて小さく、普通の家よりもずっと低いので小人の住まいに違いありません。さて今度探すのはケンタウロスの家。2軒の家をよく見て、どちらの家に住んでいるか特定してください。この家です。見てください。家までのアプローチに馬の足跡がありますね。家探しの最後の一問です。この中の一軒に本物の魔女が住んでいます。入ると魔法をかけられちゃいそうな家はどこでしょう。この可愛い黒猫に気づきましたか。魔女といえば黒猫。私は絶対こちらの家だと思います。1月の寒い夜、ジェーンは親友のデラニーを探している時、彼女がクロークで気を失っているところを発見しました。2人は大学の友人たちとハウスパーティーに参加したところ、警察は数人の学生を尋問し、事故当時どこにいたかを尋ねました。アリソンはずっと2階にいて友達と踊っていましたと言い、ディアムはガールフレンドのためにお菓子を買おうと売店に行ったんだ、飲み物とポテトチップスしかなかったよと答え、オリバーは女の子と話していたんだ、彼女は僕に気があるみたいだなんて聞いてもいないことを言っています。警察署に連行されるべきは誰ですか。リアムです。今は寒い夜、売店に行くには上着が必要。上着が必要ならクロークに入ってジェーンが見つける前にデラニーを見つけたはずです。つまり彼は嘘をついたか、意識のない少女の前を通り過ぎたということです。成功した実業家ローナン・コリンズが行方不明になりました。彼の家族は警察に通報。主な容疑者はローナンのビジネスパートナーであるジェニファーです。彼女は町を離れていたのですが、帰ってくるなり警察が玄関をノックし、2週間前のローナンの失踪について何か知っていないかと尋ねました。1時間前に1ヶ月間のアマゾン熱帯雨林の旅から帰ってきたばかりです。何も聞いていないわと彼女は答えました。刑事はそれをすぐには信じず、事情聴取のために彼女を署に連行しました。なぜでしょう。写真からジェニファーが髪を染めていることがわかります。丸1ヶ月に及ぶ旅行から帰ってきたばかりだと証言していましたが、彼女の髪は根元まで完璧に染まっていますよね。何かしら嘘をついているようで怪しいのです。
エズメは森の中を散歩していて道に迷いました。しかし魔女の家を見つけて中に入り、黒猫と遊んだ後、魔女に家まで送ってもらうことになりました。魔女はカエル、ネズミ、カラスに魔術をかけているところです。彼女は魔法の手袋を使っていたのですが、2つしか持っていません。そこでエズメの助けを借りて問題を解決し、エズメを家に連れて行くことにします。2つの魔法の手袋でどうすれば3種類の生き物を衛生的に扱えるでしょうか。魔女は1つ目の手袋の上に2つ目の手袋をつけてカエルを触ります。次に2つ目の手袋をつけてネズミを触ります。最後に1つ目の手袋を裏返しにしてから2つ目の手袋の上につけてカラスを触ればよいのです。カラム刑事は毎晩のように犬が誘拐される隣町の小さな町へ出張することになりました。すでに4匹が行方不明になっており、誘拐された犬はすべて同じ通りに住んでいました。ミラが最初に誘拐され、次の晩にはカルマが、その次はジェイクが、そしてミスター・スニッファーが誘拐されました。この通りに住んでいる犬は3匹しか残っていないのですが、次に狙われるのはどの犬かわかりますか。誘拐された犬というより首輪をよく見てください。最初に誘拐された犬は赤い首輪をしています。カルマはオレンジの首輪、そしてジェイクは黄色の首輪、そしてミスター・スニッファーは緑の首輪をつけています。虹色の順に誘拐されているみたいですよ。次のターゲットはきっとこの青い首輪をしている犬になるはずです。メイソンは現金を入れていた金庫が盗まれたと警察に通報しました。彼が寝室に入るとちょうど強盗が窓から金庫を投げ捨て、直後に窓から姿を消したのを目撃したといいます。だからメイソンは強盗犯を捕まえるか保険で失ったお金を払ってもらいたいと言っています。刑事が現場検証に来て、事件の後部屋をいじりましたかと尋ねました。メイソンはいいえ、そのまま警察に直行しました。それなら強盗はいなかったことになりますね、と刑事は結論付けました。どうしてでしょう。強盗は窓のすぐそばにあるベッドを踏まなければ窓から外に出ることができません。しかしベッドは綺麗な状態です。メイソンが触っていないのならベッドが綺麗な状態のままなんてありえますか。今回はバレンタインデーがテーマの謎々ですよ。準備はいいですか。この3人の男性を見てください。この中で今夜デートの予定があるのは誰でしょう。彼に違いありません。小さなプレゼントを持っていますよね。デートに持っていくのでしょう。次はレストランをチェック。3人の女性の中で今デート中なのは誰でしょう。こちらの女性を見てください。バラがありますし食器も2セット置いてありますね。一人ではなく連れがいるということです。きっと彼女ですね。彼女はアリソン。この3人の若者のうち1人が彼女の彼氏です。誰だかわかりますか。それは彼。見てください、お揃いのタトゥーが入っていますね。2つのプロポーズシーンを見てください。どちらが偽物でしょうか。こちらです。見てください、彼は指輪をしています。既婚者ですね。金曜日の夕方、マークは恋人が仕事から帰ってくるのを待っています。彼は夕食を用意しプロポーズしようとしていました。そこでガールフレンドが花を持って帰ってきます。
彼女は誰かとデートしていたのでしょうか。いいえ、違います。外を見てください。庭にもひまわりが生えていますね。きっと家に入る前に摘んだだけですよ。バレンタインデーにアニカは机の上にラブレターが置かれているのを見つけました。手紙には名前が書かれていませんでしたが、彼女には心当たりが3人います。アニカは3人に手紙を書いたかどうか聞いてみました。ディロンは授業前に数学の宿題を終わらせていたと言い、コナーは外で友達と遊んでいたと言います。ルークはトイレに行っていて今帰ってきたところと言っています。アニカに手紙を出したのは誰でしょう。ルークです。見てください、彼の手には赤いインクがついています。手紙に使われた色ですね。それにもし本当にトイレに行ったのなら手はきれいに洗われているはずです。バレンタインデーの日、ジェスはロッカーでメモのようなものを見つけました。内容は奇妙で適当な文字が書かれたようにしか見えません。何かの暗号にも見えます。手紙の内容と送り主は誰だかわかりますか。これは暗号です。ほら、5文字ずつ5つの塊に分かれています。それを縦横5マスの表にしてみましょう。今度はこれを縦に列ごとに読んでいきます。手紙の内容は Will you go out with me? コルテン、つまり僕と付き合ってくれる?コルテンと書かれています。で、コルテンはどこに行ったのでしょう。ミシェルはバレンタインデーのパーティーを開催中。彼女は学校の友達全員を招待し、招待客は全員同伴者を連れてきても良いことになっています。パーティーの最中、彼女はいとこが庭で女子と話しているのに気がつきました。でも暗くてどの女子か分かりませんでした。ただその子がロングヘアだということは分かりました。いとこが帰ってきた時、ミシェルは彼が好きな子がすぐに分かりました。ミシェルのいとこと一緒に外にいたのはここにいる3人のロングヘアの女子のうち誰でしょう。見てください、ミシェルのいとこに口紅の汚れがありますね。きっと彼女がつけた跡でしょう。口紅の色が同じですからね。雨が降る寒い夜、デイモンは車の運転中にあるバス停を通り過ぎました。具合の悪そうな老婦人、多くの命を救ってきた医師、そしてデイモンが長年思いを寄せていた少女アディソンがバス停にいます。残念ながら彼の車にはもう一人しか乗れません。デイモンはどうすべきでしょうか。彼は自分の車を医者に託して、医者に老婦人を病院に連れて行ってもらうのがベスト。デイモンはバス停で彼の憧れの少女とバスを待つことにすればヒーローのように思われること間違いなしです。ここで一休み。恋愛映画はお好きですか。これからいくつかの絵文字をお見せするので、絵文字が表す恋愛映画を当ててください。では簡単な問題から。もちろんタイタニック。次はこちら、簡単な絵文字ですが分かりますか。この映画は見たことがありますか。これは邦題が現代と全く異なる映画、君に読む物語の現代はザ・ノートブックなんです。これはどうでしょう。比較的最近出たリメイクが大好評でしたが分かりますか。アリー、スター誕生です。次はこれ、わかりますか。こちらも邦題と現代が全く異なります。現代は Before Sunrise、 つまり日の出前なのですが、邦題は恋人までの距離。次の絵文字も有名な恋愛映画です。わかりますか。
もちろんララランドです。最後はこちら、ちょっと古い映画ですが、わかりますか？この映画はケイト・ウィンスレットとジム・キャリーが共演したエターナル・サンシャイン、現代はエターナル・サンシャイン・オブ・ザ・スポットレス・マインドです。その日はバレンタインデーで、ニコルは片思いの相手のロッカーにプレゼントを入れようとしていました。しかし残念ながら彼女はパスワードを知りません。ラッキーなことにロッカーの持ち主も忘れっぽいのか、ヒントが書かれたメモが置いてありました。パスワードがわかりますか？それぞれの数字はそれぞれの文字の画数を表します。 I は1画、M は4画、H は3画、T は2画あります。同様に E は4画、L は2画、V は2画、Z は3画となるので、パスワードは4223となります。さて、もう一つ暗号を解読してくれますか？今回助けが必要なのはエリック。彼は妻に素敵なバレンタインデーの贈り物をしたいのですが、妻の望むものが見当もつきません。そこで彼女のパソコンにログインし、ショッピングカートを見て、そこから何かを購入しようと計画を立てます。しかし、妻のパソコンにはパスワードが必要で、彼はそれを知りません。幸い、机の上にメモがあったので、彼は6198と入力してみました。しかし、間違っているようです。正しいパスワードがわかりますか？メモが逆さまになっているだけです。8619と入力してみてください。ケネディは救急外来で働いています。バレンタインデーに大学のパーティーで体調不良を起こした男性が運ばれてきました。ケネディは彼と一緒にパーティーに来ていたガールフレンドと話をするため部屋を出ます。男性のデート相手は誰で、どちらの女性に声をかけるべきでしょうか？カップルでパーティーに参加したのならドレスアップしているのに違いありません。男性と一緒にパーティーに参加していたのは綺麗めな装いのこちらの女性の可能性が高いです。次は目を鍛えるトレーニング。ここにハートがたくさんありますが、割れたハートを一つ見つけることができますか？はい、これです。よくできました。今度は応用問題です。たくさんハートがありますが、割れているものもあります。割れたハートは何個ありますか？割れたハートは5つ。全部見つけられましたか？ケルシーはバレンタインデーにボーイフレンドにプレゼントを贈るためにアンティークショップを訪れました。野球帽、アンティークの懐中時計、1920年代の車のおもちゃを買おうと思います。この3つをすべて見つけてください。キャップはここ、時計はここ、車はここです。全部見つけられましたか？ボーイフレンドのマークは同じアンティークショップでケルシーへのプレゼントを探しています。かわいいカップ、アンティークの鏡、素敵なアルバムを購入したいと考えました。全部見つけられますか？ここにありますよ。1つ、2つ、3つ。さすがですね。学校一の人気者のメロディーがバレンタインデーのパーティーを主催しました。親友4人組が集まっていますが、そのうちの1人はメロディーのボーイフレンド。ボーイフレンドが誰なのか尋ねると、こんな答えが返ってきます。1人目は彼氏は4人目と言いますが、2人目は僕が彼氏だと言い返します。しかし3人目はいや彼氏は1人目だと言い、4人目はいやいや彼氏は俺でしょうと言い張ります。真実を語っているのは本物の彼氏だけで、残りの男性が嘘をついています。メロディーのボーイフレンドは誰でしょう？彼氏だけが本当のことを言うのなら、彼氏は自分が彼氏だと主張するはず。
つまり2番目の男か4番目の男かのどちらか。でももし彼氏が4人目の男なら、1人目の男も本当のことを言っていることになりますね。ということで、メロディーの彼氏は2人目の男です。今回はバレンタインデーがテーマのなぞなぞですよ。準備はいいですか？この3人の男性を見てください。この中で今夜デートの予定があるのは誰でしょう？彼に違いありません。小さなプレゼントを持っていますよね。デートに持っていくのでしょう。次はレストランをチェック。3人の女性の中で今デート中なのは誰でしょう？こちらの女性を見てください。バラがありますし、食器も2セット置いてありますね。1人ではなく連れがいるということです。きっと彼女ですね。彼女はアリソン。この3人の若者のうち1人が彼女の彼氏です。誰だかわかりますか？それは彼。見てください、お揃いのタトゥーが入っていますね。2つのプロポーズシーンを見てください。どちらが偽物でしょうか？こちらです。見てください、彼は指輪をしています。既婚者ですね。金曜日の夕方、マークは恋人が仕事から帰ってくるのを待っています。彼は夕食を用意しプロポーズしようとしていました。そこでガールフレンドが花を持って帰ってきます。彼女は誰かとデートしていたのでしょうか？いいえ、違います。外を見てください、庭にもひまわりが生えていますね。きっと家に入る前に摘んだだけですよ。バレンタインデーにアニカは机の上にラブレターが置かれているのを見つけました。手紙には名前が書かれていませんでしたが、彼女には心当たりが3人います。アニカは3人に手紙を書いたかどうか聞いてみました。ディロンは授業前に数学の宿題を終わらせていたと言い、コナーは外で友達と遊んでいたと言います。ルークはトイレに行っていて今帰ってきたところと言っています。アニカに手紙を出したのは誰でしょう？ルークです。見てください、彼の手には赤いインクがついています。手紙に使われた色ですね。それにもし本当にトイレに行ったのなら、手はきれいに洗われているはずです。バレンタインデーの日、ジェスはロッカーでメモのようなものを見つけました。内容は奇妙で、適当な文字が書かれたようにしか見えません。何かの暗号にも見えます。手紙の内容と送り主は誰だかわかりますか？これは暗号です。ほら、5文字ずつ5つの塊に分かれています。それを縦横5マスの表にしてみましょう。今度はこれを縦に列ごとに読んでいきます。手紙の内容は Will you go out with me? コルテン、つまり僕と付き合ってくれる？コルテンと書かれています。で、コルテンはどこに行ったのでしょう？ミシェルはバレンタインデーのパーティーを開催中。彼女は学校の友達全員を招待し、招待客は全員同伴者を連れてきても良いことになっています。パーティーの最中、彼女はいとこが庭で女子と話しているのに気がつきました。でも暗くてどの女子か分かりませんでした。ただその子がロングヘアだということは分かりました。いとこが帰ってきた時、ミシェルは彼が好きな子がすぐに分かりました。ミシェルのいとこと一緒に外にいたのは、ここにいる3人のロングヘアの女子のうち誰でしょう？見てください、ミシェルのいとこに口紅の汚れがありますね。きっと彼女がつけた跡でしょう。口紅の色が同じですからね。雨が降る寒い夜、デイモンは車の運転中にあるバス停を通り過ぎました。具合の悪そうな老婦人、多くの命を救ってきた医師、そしてデイモンが長年思いを寄せていた少女アディソンがバス停にいます。残念ながら彼の車にはもう一人しか乗れません。
デイモンはどうすべきでしょうか。彼は自分の車を医者に託して、医者に老婦人を病院に連れて行ってもらうのがベスト。デイモンはバス停で彼の憧れの少女とバスを待つことにすれば、ヒーローのように思われること間違いなしです。ここで一休み。恋愛映画はお好きですか？これからいくつかの絵文字をお見せするので、絵文字が表す恋愛映画を当ててください。では簡単な問題から。もちろんタイタニック。次はこちら。簡単な絵文字ですが、わかりますか？この映画は見たことがありますか？これは邦題が現代と全く異なる映画、君に読む物語の現代はザ・ノートブックなんです。これはどうでしょう？比較的最近出たリメイクが大好評でしたが、わかりますか？アリー、スター誕生です。次はこれ、わかりますか？こちらも邦題と現代が全く異なります。現代は Before Sunrise、 つまり日の出前なのですが、邦題は恋人までの距離。次の絵文字も有名な恋愛映画です。わかりますか？もちろんララランドです。最後はこちら。ちょっと古い映画ですが、わかりますか？この映画はケイト・ウィンスレットとジム・キャリーが共演したエターナル・サンシャイン。現代はエターナル・サンシャイン・オブ・ザ・スポットレス・マインドです。その日はバレンタインデーで、ニコルは片思いの相手のロッカーにプレゼントを入れようとしていました。しかし残念ながら彼女はパスワードを知りません。ラッキーなことにロッカーの持ち主も忘れっぽいのか、ヒントが書かれたメモが置いてありました。パスワードがわかりますか？それぞれの数字はそれぞれの文字の画数を表します。 I は1画、M は4画、H は3画、T は2画あります。同様に E は4画、L は2画、V は2画、Z は3画となるので、パスワードは4223となります。さて、もう一つ暗号を解読してくれますか？今回助けが必要なのはエリック。彼は妻に素敵なバレンタインデーの贈り物をしたいのですが、妻の望むものが見当もつきません。そこで彼女のパソコンにログインし、ショッピングカートを見て、そこから何かを購入しようと計画を立てます。しかし妻のパソコンにはパスワードが必要で、彼はそれを知りません。幸い机の上にメモがあったので、彼は6198と入力してみました。しかし間違っているようです。正しいパスワードがわかりますか？メモが逆さまになっているだけです。8619と入力してみてください。ケネディは救急外来で働いています。バレンタインデーに大学のパーティーで体調不良を起こした男性が運ばれてきました。ケネディは彼と一緒にパーティーに来ていたガールフレンドと話をするため部屋を出ます。男性のデート相手は誰で、どちらの女性に声をかけるべきでしょうか。カップルでパーティーに参加したのなら、ドレスアップしているのに違いありません。男性と一緒にパーティーに参加していたのは、きれいめな装いのこちらの女性の可能性が高いです。次は目を鍛えるトレーニング。ここにハートがたくさんありますが、割れたハートを一つ見つけることができますか？はい、これです。よくできました。今度は応用問題です。たくさんハートがありますが、割れているものもあります。割れたハートは何個ありますか？
割れたハートは5つ。全部見つけられましたか？ケルシーはバレンタインデーにボーイフレンドにプレゼントを贈るためにアンティークショップを訪れました。野球帽、アンティークの懐中時計、1920年代の車のおもちゃを買おうと思います。この3つをすべて見つけてください。キャップはここ、時計はここ、車はここです。全部見つけられましたか？ボーイフレンドのマークは同じアンティークショップでケルシーへのプレゼントを探しています。かわいいカップ、アンティークの鏡、素敵なアルバムを購入したいと考えました。全部見つけられますか？ここにありますよ。1つ、2つ、3つ。さすがですね。学校一の人気者のメロディーがバレンタインデーのパーティーを主催しました。親友4人組が集まっていますが、そのうちの1人はメロディーのボーイフレンド。ボーイフレンドが誰なのか尋ねると、こんな答えが返ってきます。1人目は、彼氏は4人目と言いますが、2人目は僕が彼氏だと言い返します。しかし3人目は、いや、彼氏は1人目だと言い、4人目は、いやいや、彼氏は俺でしょうと言い張ります。真実を語っているのは本物の彼氏だけで、残りの男性が嘘をついています。メロディーのボーイフレンドは誰でしょう？彼氏だけが本当のことを言うのなら、彼氏は自分が彼氏だと主張するはず。つまり、2番目の男か4番目の男かのどちらか。でも、もし彼氏が4人目の男なら、1人目の男も本当のことを言っていることになりますね。ということで、メロディーの彼氏は2人目の男です。ある都市の博物館で、ダイヤモンドが散りばめられた高価な金の卵が行方不明になりました。朝、博物館の職員がそれに気づき、すぐさま警察に盗難を通報。市内で最も優秀な刑事が、この事件の捜査を開始します。彼女は慎重に映像に目を通し、3人の容疑者を特定しました。同時に卵が置かれていたガラスに手形があるのを発見しました。この手形と容疑者の手を見てください。誰が犯人なのでしょうか？この人です。見てください。手形が一部途切れています。何か邪魔なものがあるのでしょう。この人はちょうどこの辺りに指輪をつけているので、彼の指紋に違いありません。ある小さな町で、こちらもダイヤモンドや宝石が散りばめられた高価な銀の猫の首輪が何者かに盗まれました。店の主人が警察に連絡し、捜査が始まります。容疑者は3人。ジョンソンさんの言い分はこうです。娘の誕生日プレゼントにイヤリングを探しに来ました。ペットは飼ってません。マーチン夫人は、自分用のブレスレットを買っただけで何も盗んでいません。と言い、タナー夫人は、何を言っているのかさっぱりわかりません。と言います。首輪泥棒は誰でしょう？泥棒はジョンソンさんです。庭には猫の足跡がありませんか？彼は明らかにペットを飼っています。町で強盗が発生したのですが、数ヶ月間経ってなお捕まっていません。別の強盗事件が発生した後、警察は強盗が病院の中に逃げ込むのを目撃しました。中に入ってみると2人の医師に出くわします。どちらの医師が変装した偽物で実は強盗犯なのでしょうか？聴診器の代わりにヘッドフォンをしているこちらの医師でしょうね。スティーブン夫人は3ヶ月間休暇を取るため家を空けました。家のメンテナンスのために定期的に作業員が家に入ります。しかしスティーブン夫人が戻ってみると、従業員の1人がたまに仕事をサボり、許可されていない休暇を取っていたことに気づきました。庭の手入れをする庭師、家の中のすべてを管理する家政婦、
家のペンキを塗りに来ていた塗装業者のうちサボっていたのは誰でしょうか。家政婦さんです。見てください、観葉植物が干からびています。2週間ほど仕事をサボってスティーブン夫人が帰ってくる直前に掃除したようです。この人の花嫁が誰なのか分かりますか？こちらの女性です。見てください。彼と同じタトゥーがあります。ある小さな町の警察に次のような通報が入ります。モンスターがいつの間にか町にはびこり、今は人間に混じって暮らしているのだと。問題はないのですが、警察はモンスターをすべて特定し監視することにしました。モンスターがどの家に住んでいるのかを特定する手伝いをしてもらえますか。この2つの家のどちらかに吸血鬼が住んでいます。どちらの家でしょうか。この家に違いありません。家は暗く、すべての窓のブラインドが閉まっています。吸血鬼は日光が嫌いですからね。次はミイラが住む家を探してください。候補はここに2つあります。ミイラが住んでいる家はどちらでしょうか。これじゃないですか。見てください。家の周りに包帯がありますよ。次はノームの家探しをお願いします。2つの家の中を覗いてみてください。ノームが住んでいるのがどちらの家だか分かりますか。おそらくこの家でしょう。家具はすべて小さく、普通の家よりもずっと低いので小人の住まいに違いありません。さて今度探すのはケンタウロスの家。2軒の家をよく見てどちらの家に住んでいるか特定してください。この家です。見てください、家までのアプローチに馬の足跡がありますね。家探しの最後の一問です。この中の一軒に本物の魔女が住んでいます。入ると魔法をかけられちゃいそうな家はどこでしょう。この可愛い黒猫に気づきましたか。魔女といえば黒猫。私は絶対こちらの家だと思います。1月の寒い夜、ジェーンは親友のデラニーを探している時、彼女がクロークで気を失っているところを発見しました。2人は大学の友人たちとハウスパーティーに参加したところ、警察は数人の学生を尋問し、事故当時どこにいたかを尋ねました。アリソンはずっと2階にいて友達と踊っていましたと言い、ディアムはガールフレンドのためにお菓子を買おうと売店に行ったんだ。飲み物とポテトチップスしかなかったよ。と答え、オリバーは女の子と話していたんだ。彼女は僕に気があるみたいだ。なんて聞いてもいないことを言っています。警察署に連行されるべきは誰ですか？ディアムです。今は寒い夜。売店に行くには上着が必要。上着が必要ならクロークに入ってジェーンが見つける前にデラニーを見つけたはずです。つまり彼は嘘をついたか、意識のない少女の前を通り過ぎたということです。成功した実業家ローナン・コリンズが行方不明になりました。彼の家族は警察に通報。主な容疑者はローナンのビジネスパートナーであるジェニファーです。彼女は町を離れていたのですが、帰ってくるなり警察が玄関をノックし、2週間前のローナンの失踪について何か知っていないかと尋ねました。
1時間前に1ヶ月間のアマゾン熱帯雨林の旅から帰ってきたばかりです。何も聞いていないわ、と彼女は答えました。刑事はそれをすぐには信じず、事情聴取のために彼女を署に連行しました。なぜでしょう。写真からジェニファーが髪を染めていることがわかります。丸1ヶ月に及ぶ旅行から帰ってきたばかりだと証言していましたが、彼女の髪は根元まで完璧に染まっていますよね。何かしら嘘をついているようで怪しいのです。エズメは森の中を散歩していて道に迷いました。しかし魔女の家を見つけて中に入り、黒猫と遊んだ後、魔女に家まで送ってもらうことになりました。魔女はカエル、ネズミ、カラスに魔術をかけているところです。彼女は魔法の手袋を使っていたのですが、2つしか持っていません。そこでエズメの助けを借りて問題を解決し、エズメを家に連れて行くことにします。2つの魔法の手袋でどうすれば3種類の生き物を衛生的に扱えるでしょうか。魔女は1つ目の手袋の上に2つ目の手袋をつけてカエルを触ります。次に2つ目の手袋をつけてネズミを触ります。最後に1つ目の手袋を裏返しにしてから2つ目の手袋の上につけてカラスを触ればよいのです。カラム刑事は毎晩のように犬が誘拐される隣町の小さな町へ出張することになりました。すでに4匹が行方不明になっており、誘拐された犬はすべて同じ通りに住んでいました。ミラが最初に誘拐され、次の晩にはカルマが、その次はジェイクが、そしてミスター・スニッファーが誘拐されました。この通りに住んでいる犬は3匹しか残っていないのですが、次に狙われるのはどの犬かわかりますか。誘拐された犬というより首輪をよく見てください。最初に誘拐された犬は赤い首輪をしています。カルマはオレンジの首輪、そしてジェイクは黄色の首輪、そしてミスター・スニッファーは緑の首輪をつけています。虹色の順に誘拐されているみたいですよ。次のターゲットはきっとこの青い首輪をしている犬になるはずです。メイソンは現金を入れていた金庫が盗まれたと警察に通報しました。彼が寝室に入るとちょうど強盗が窓から金庫を投げ捨て、直後に窓から姿を消したのを目撃したといいます。だからメイソンは強盗犯を捕まえるか、保険で失ったお金を払ってもらいたいと言っています。刑事が現場検証に来て、事件の後部屋をいじりましたか、と尋ねました。メイソンはいいえ、そのまま警察に直行しました。それなら強盗はいなかったことになりますね、と刑事は結論付けました。どうしてでしょう。強盗は窓のすぐそばにあるベッドを踏まなければ窓から外に出ることができません。しかしベッドは綺麗な状態です。メイソンが触っていないのなら、ベッドが綺麗な状態のままなんてありえますか。マーカスは仕事を終えて帰宅中、街全体が停電し、辺りが暗闇に包まれます。突然足音が聞こえました。誰かが彼の後ろに急いで近づいてきたようです。それが何なのかを確認するために振り返った瞬間、彼の周りが真っ暗になりました。意識を取り戻した時、マーカスは地下室にいました。薄暗く、ろうそくが何本かかすかに明かりを灯しています。彼の前にはドアが3つ。1つ目のドアの向こうには食事を待ちわびる飢えたゾンビがいます。2つ目のドアの向こうでは炎が上がっています。3つ目のドアの向こうには大量の電気配線が裸のままごちゃごちゃしています。今マーカスを救うことができるのはあなただけ。彼が進むべきドアはどれか、コメント欄に書いてください。
覚えていましたか？現在停電中だということを。ということは電線は全くの無害。マーカスは3つ目のドアから脱出すべきですね。奇妙なことに脱出した先は床屋さん。目の前の光景をパッと見て客の一人が危険に瀕していることに気づきました。どちらの客がヤバい状況に置かれているのかコメント欄に書いて、マーカスぐらい賢いことを証明してください。マーカスは赤毛の美容師がヘアスプレーと間違えて虫除けスプレーを使っていることに気づきました。ところが客に警告しようと口を開いた途端、部屋全体が消滅。これはただのホログラムだったのです。誰かがマーカスをもてあそんでいるんでしょうか。彼はさらに前進します。角を曲がった瞬間、凍えるような風が彼の頬を打ちました。マーカスは外に出たようです。辺りは一面冬景色で、背後に建物はなく、あるのは雪の吹き溜まりと暗い木々のみ。彼はまっすぐに進むしかありません。前方に見えるのは3つの分かれ道。左の道を行くと飢えた狼の穴を通らなければなりません。真ん中の道を通るには熊の家族のそばを通らなければなりません。右の道は薄い氷が張った湖を通ります。寒くて凍えそうです。早くコメントで助けてあげてください。マーカスが通るべき道は真ん中の道。今は冬なのでクマは冬眠しているはず。彼が静かにしていればクマの家族を起こさずに無事に森から脱出できます。思った通り、マーカスは危険を逃れ森の中に家を発見します。しかし彼が中に入った瞬間、この家がかなり奇妙で不気味なことに気がつきました。主な手がかりは目の前にある4つの扉。左のドアの向こうにあるのはピラニアがうじゃうじゃ泳ぐ大きな水槽がある部屋。左から2番目のドアの後ろには山の斜面が見え、足を踏み入れた瞬間雪崩が起こりそうです。左から3番目のドアの向こうには天井から電線が垂れており、床は濡れて汚れています。右のドアの向こうに見えるのは窓が一つだけある58階の小さな部屋。ブライトサイド探偵よりも早くコメント欄に答えを書いてください。マーカスが選ぶべきは左から3番目のドア。配線は床に触れてはいないので、身をかがめて張っていけば出口へ届きます。残念ながらマーカスのサバイバルスキルを試している誰かはまだ彼に試練を与えたいようです。部屋から出るための扉には鍵がかかっており、4つの鍵穴があります。隣の壁には4つの鍵が吊るされています。マーカスが部屋から出られるためには鍵穴と合う鍵を探さなくてはいけません。難題を解く手助けをしてくれる方はコメントで教えてください。鍵の持ち手部分を見てください。形が全て違いますよね。解読する秘密は書かれている数字と形の画数を揃えること。三角形なら3、五角形なら5という風に一致させるのです。マーカスはついに恐ろしい部屋から脱出できましたが、試練はまだ続きます。彼がたどり着いたのはなんと刑務所の食堂。囚人の間を無事通り過ぎるためには彼らの中で最も裕福な人を見つけ出さなければいけません。マーカスを助けてあげられますか。左側の男性はシェフなので、彼の前には特別な食事があるのでしょう。真ん中の男性は金のジュエリーを持っていますが、刑務所ではあまり助けにならなさそうです。右の男性のポケットにはスマートフォンが隠されています。刑務所でスマホを持っているということは外界との通信手段があるということ。つまり3人の中で最も影響力があり最も裕福なはず。そうではないと思うならあなたの考えをコメントで教えてください。かわいそうなマーカス。刑務所の食堂から出るためにはまたもや安全な出口を選ばなければいけません。
どれもこれも怖そうですよ。左の出口は恐ろしいドラゴンの巣に続いています。真ん中の出口の外には溶岩が溢れています。右の部屋に入るには肉を切り裂くレーザービームをくぐり抜けなければいけません。今回も難しい選択です。コメントでマーカスに選ぶべき出口を教えてあげてください。最も安全な方法は右の出口、楽しいお散歩とはいきませんが、レーザービームは動いていないのでなんとか出ていけそうです。次にマーカスがたどり着いたのは闘技場。どうやら彼をもてあそぶ謎の力がこれを仕掛けたようです。彼を待ち構えていたのは3体の生物。生き残るためには3体のうちの1体と戦わなければなりません。左のモンスターはガラガラヘビの頭に巨大なフェレットの体、真ん中はゴリラの体にアリゲーターの頭、右のモンスターはホホジロザメの頭と体にクマの尻尾と爪がついています。マーカスが戦うべきはどのモンスター？コメントで知恵を貸してください。左と真ん中のモンスターとの戦いは非常に危険になると思われます。だってヘビフェレットは身軽で有毒。ゴリラワニは人間が倒すには強すぎます。でもクマザメの場合はサメはエラ呼吸で陸上では呼吸できず、しばらく待てば敵はおのずと自滅するでしょう。戦いが終わった後、マーカスは薄暗い部屋に連れられます。そこには奇妙な見た目の家族がいました。この中の誰が霊に取り憑かれているのかをマーカスは見つけなければなりません。観察力が鋭いマーカスにはすぐに誰だか分かりました。あなたの観察力はいかほどでしょう？コメントに書き込んでください。こちらの女性はどこか怖がっているようですが、霊に取り憑かれているのではなく、食べ物が喉に詰まって息ができないのです。この男性は室内にいるのにサングラスをかけていて怪しいですね。でもそれは彼が盲目だから。白い杖があるので分かりますね。霊に取り憑かれているのはこのおばあさん。彼女に向かっているエクトプラズムが見えますよ。謎を見事に解いたマーカスが次に飛ばされたのはジャングル。何時間もさまよった後、3つの分かれ道に出くわします。左の道は赤く煮えたぎる溶岩が火口からあふれる活火山へと続いています。真ん中の道は毒コウモリが飛び回る空き地に続きます。右の道の先にあるのは来るもの全てを飲み込む沼地。彼がどの道を選ぶべきか分かったらコメントで教えてあげてください。マーカスは真ん中の道を選びました。だってコウモリは夜行性で人間を攻撃することもありませんからね。ついに彼は自宅のベッドに舞い戻ったようです。今のはただのリアルすぎる悪夢だったのでしょうか？あなたの考えを教えてください。あなたはクイズ番組に参加しました。番組の司会者が1問目のクイズを出します。画像を見てください。綱渡りで最後まで行けるのはどちらでしょう？左の男です。重いものを持って大変そうですが、重りは両手に均等に分散されています。きっと問題なく渡りきれるはずです。2問目ではクイズ番組の司会者が沈没するボートの写真を見せました。どちらのボートが先に沈むと思いますか？左のボートには穴が2つ開いていますが、なぜかボートはあまり浸水していません。右のボートには穴が1つだけですが、かなり水が浸水しています。先に沈むのは間違いなく右のボートでしょう。2問とも正解したので3問目は難易度が上がります。
ケンがローラーブレードに乗っていた時、転んで頭を打ってしまいました。病院で目を覚ますと、3人のバービーがそばにいます。画像を見てください。どのバービーがケンのガールフレンドかわかりますか？ちょっと難しかったですね。右のバービーではなさそうです。本物のバービーはケンにウィンクなんかしません。だいたいケンの方がバービーに気がありますからね。また真ん中のバービーも違います。バービーならケンの前でメイクすることはありません。というわけで残るは左のバービー、彼女がケンのガールフレンドに違いありません。フィンはスペインの有名ホテル、特に楽しいシャワーで有名です。しかしこの画像には何か違和感があります。それが何なのか当ててください。右の女性はシャンプーボトルの代わりにケチャップを絞っています。絶対におかしいですよね。最終ラウンドでは司会者が謎々を数問出題しました。1問目はこれ、口がないのに話し耳がないけど聞ける。これはマイク？電話？それともエコー？あなたなら何と答えますか？答えはエコーです。エコーエコーエコー生きていないけど成長できて、肺はないけど空気が必要、これは木？炎？それとも雲？正解は炎。お見事です。キャロルは廃屋でのハロウィンパーティーに招待されました。そして友人からの挑戦を彼女は受けました。すると彼女はある部屋に閉じ込められます。その部屋にはドアが1つあり、その横に照明のスイッチが3つありました。ドアの向こうには空のクローゼットがあり、電球だけがかかっています。彼女に課された挑戦はクローゼットの中の電球をつけるスイッチを見つけ出すこと。スイッチは好きなだけつけたり消したりしていいですが、ドアを開けた後はもうスイッチに触れてはいけません。しばらく考えた後、彼女は正解を導き出しました。キャロルはどうやったのでしょうか？順序を追って見ていきましょう。彼女はすず1番のスイッチを入れて数分待ちました。スイッチを切ってすぐに2番のスイッチを入れました。その時点でドアを開け、電球をチェックしたのです。電球がついていなかったので、対応しているのが2番のスイッチではないことがわかります。次に彼女は電球に触れて熱いか冷たいかをチェックしました。もし電球が冷たかったら対応しているのは3番のスイッチということ。でも電球は熱かったので1番のスイッチがこの電球に対応しているということになります。キャロル冴えてますね。パーティーに戻るためにキャロルは別の謎を解かなければなりません。彼女の前には2つの砂時計があります。1つは7分、もう1つは4分計りの砂時計です。両方の砂時計を使って9分を計らなければいけません。どうやったらできますか？まず彼女は両方の砂時計を同時に回します。4分の砂時計の砂が全て落ちる頃にはもう一つの砂時計にはまだ3分残っています。彼女は再び4分の砂時計をひっくり返します。7分の砂時計の砂が全て落ちた時、もう一つの砂時計には1分残っているはず。そして4分の砂時計の砂が再び全て落ちると、7分の砂時計の下半分には1分間分の砂が残っています。この時にひっくり返すと砂時計の上には1分間分の砂があることになります。7分の砂時計の砂が再び全て落ちた時、合計9分が過ぎたことになります。アンナは大好きなテレビ番組を見るために座っています。ポップコーンを作り、テレビをつけ、ゆったりとくつろいでワンシーズン分一気見しようという目論み。隣には飼い猫のピーマンがいます。ところがテレビを5分ほど見たあたりでアンナは突然気を失いました。この画像を見てください。何が起こったかわかりますか？
アンナの飼い猫のピーマンはテレビから聞こえてきた大きな音にびっくりしてアンナの頭にぶつかったんです。だから彼女は気を失ったというわけ。この画像を見てください。生き残る可能性が高いのは誰だと思いますか？男2人はかなりしっかり拘束されています。一方右の女性にはチャンスがあるかもしれません。縄が少し緩んでいるように見えませんか？足首の縄を振り払ってほどけばいいんです。ベラはバリキャリを目指しニューヨークに降り立ちました。しかしニューヨークに到着してまずすべきことはアパート探し。空港からアパートまでの移動手段はたくさんありましたが、お金を節約してバスで行くことにします。チケットの値段は10ドルですが、どこからともなくイケメンが現れ、より良い条件を提示してきます。彼は予定が変わり、もうバスのチケットが必要ないので6ドルで売ると持ちかけてきたのです。ベラはそれに同意しお金を払いました。でもそれは大きな間違いだったんです。どうしてでしょう？チケット販売機の画面に表示されている今日の日付を見てください。次にチケットの日付を確認しましょう。男がベラに売りつけたチケットは有効期限が1ヶ月以上前に切れています。ようやくベラはマンハッタンに到着しアパートを見つけました。女性3人とルームシェアすることになったんです。ベラは自己紹介し自分の部屋に落ち着きます。ベッドに荷物を置きシャワーを浴びました。しかしシャワーから戻ると自分のノートパソコンがなくなっていることに気づきます。激怒したベラは新しいルームメイト全員を尋問します。サラはコーヒーを飲みに出かけたと言っています。マンションのドアマンが証明してくれるから聞いてみてとまで言っています。ケリーはヘッドホンをしたまま昼寝をしていたと言います。アパートの中で変なことを聞いたり見たりはしていないということです。プロの写真家のシャノンは街の写真を撮るためにマンションの屋上に行ったと言います。嘘をついているのは誰？シャノンです。ロビーの看板にお気づきですか？このマンションでは屋上への立ち入りを固く禁じられています。アルフレッドはモデルでずっと夢だったオファーを受けました。国内最大の雑誌で最新号の表紙を飾るのです。写真撮影の日、彼は早めにスタジオに到着しました。ヘアメイクを終了した後、彼は鏡を見て叫びます。大変だ！彼の肌は真っ赤になっていて、深刻なアレルギー性発疹が出たようです。彼はその日会ったアシスタント全員を呼んで尋問します。カメラマンのアシスタントであるエイミーは、アルフレッドがピーナッツアレルギーだと聞かされていたので、食べても大丈夫なものを買うようにしたと言っています。メイクアップアーティストのボーはアルフレッドの食事には手をつけていないと言っています。また自分の仕事を終えた直後、コーヒー休憩に外に出たようです。清掃係のメアリーはモデルが敏感なことを知っているので、控え室の掃除をするときはオーガニックで低刺激性のものしか使わなかったと言っています。アルフレッドは自分に発疹を誘発した犯人がすぐに分かりました。あなたにも分かりますか？間違いなくボーです。彼はアルフレッドの食事には手をつけていませんでしたが、その日アルフレッドの顔に触れたのは彼だけです。リブはバーチャルリアリティの世界に連れられます。人工知能が彼女を出迎え3つのドアを見せました。人工知能は彼女を自由へと導くのは1つのドアだけだと告げます。左のドアの後ろでは飢えたモンスターが待ち構えています。真ん中のドアの向こうには呪われたローラーブレードがあります。一度履いたら決して脱ぐことができず、しかもローラーブレードには意志があり、あなたを暗闇に連れ去ります。右のドアの向こうにはレーザーの目を持つ空飛ぶモコモコした生き物がいて、接触したものを燃やしてしまいます。リブはどのドアを使って脱出するべきだと思いますか？
選ぶべきは真ん中のドア。ローラーブレードを履く義務はないので、自由に向かって無視して通り過ぎればいいんです。リブの留守中、ノートパソコンが盗まれたようです。そのノートパソコンには、彼女の SNS の写真や動画、すべてが保存されています。彼女はルームメイトの誰かが盗んだに違いないと思い、家の中を探し回ることにします。この画像を見てください。左はジルの部屋。真ん中はレイチェルの部屋。右はエイミーの部屋。リブのノートパソコンを盗んだのは誰でしょう？よく見ると、レイチェルの猫の下にノートパソコンのようなものが置いてあります。きっと彼女に違いありません。エリスは病院に行かなくてはいけません。病院に入るとすぐに何かがおかしいことに気づきます。ホールを歩いていると3名の医師に遭遇しました。医師の一人の様子が明らかに異様なのです。さて、誰がクレイジーな医師でしょうか？右の医師です。獣のような目と歯をしていて、白衣にはバッジがついていませんね。エリス、急いでこいつから逃げて。さて、エリスは我々のアドバイスを聞かずに野獣医師の診察室へ入っていきます。医師は新しい保護クリームを塗布する必要があると言いますが、どうやらただ実験したいだけのようです。エリスを魔法のローションで覆った後、ってなんでこの医師を信じちゃったんですかね。医師は3つの容器から1つを選んで飛び込むように指示します。なんだかすごい病院ですね。1つ目の容器には毒性の廃棄物が入っています。2つ目の容器には金属を溶かしてしまう酸。3つ目の容器には1年前に町1つを破壊しかけた火山の溶岩。エリスが選ぶべきはどの容器でしょうか？今回はエリスも正しい決断をしたようです。溶岩の入った容器を選びました。火山が噴火したのは1年前。そのため溶岩は固まっていて、すでに火山岩になっているはずですからね。さて、1つ目の実験をこなしたエリス、野獣医師はエリスに3つの錠剤を渡します。赤い錠剤は過去を見せてくれて、青い錠剤は未来を見ることができ、黄色い錠剤は人の心を読むことができます。エリスはどれを選ぶべきでしょうか？今回も賢い決断をしたエリス、適当に黄色を選んでから、これも別の実験であることに気がつきます。水をごくりと飲んだものの、錠剤は飲み込まずに口の中に残しておきました。実はどの錠剤も毒入りだったんです。一瞬野獣医師が外に出た機会を見計らって錠剤を吐き出して走り去りました。あ、エリス、救急外来なら野獣がいないのでそちらにどうぞ。ジェニーは友人のために夕食を調理していました。みんながテーブルに着くと、友人の一人の様子がおかしいことに気づきます。料理に不満を持っている友人は誰でしょう？マイクです。こっそりジェニーの犬にあげていますからね。この気味の悪い古い家に年老いた魔女が住んでいることは周知の事実。彼女に会いたいと思う人はいません。今メアリーはこの家の中にいます。しかし彼女の他には誰もいません。なぜでしょう？魔女の名前がメアリーであってもおかしくないですからね。若くて美しいメアリー。でも魔法が解けると怖い。とある町にはおかしな法律が存在します。男性は全員きれいにひげを剃らなくてはいけませんが、自分でひげを剃ることは許されていません。ひげ剃りのライセンスを持っているのは40歳の床屋。それでは誰が床屋のひげを剃ればよいのでしょうか？
そもそも必要ありません。床屋は女性なんです。アリソンは昨日見知らぬ人に出会ったのですが、すぐに誰だか分かりました。以前彼に会ったことはなく、誰かに彼の容姿を聞かれたことがあるわけでもありません。男性は有名人ではなく、特別なことはしていません。さて、なぜアリソンは彼が誰だか分かったのでしょうか。アリソンの友達の双子の片割れだったんです。靴磨き屋のビル、通行人に無料でサービスを提供しています。しかしサービスを受けた人は結局自らの意思で支払いをします。なぜでしょう。ビルが無料で磨くのは靴の片方のみ。片方だけ綺麗なのもおかしいため、もう片方を磨いてもらうために人々はお金を払う羽目になるのです。王様は3人の娘に同じ量の水が入った瓜2つの3つの夜間を火にかけるように指示します。王様は初めにお湯が沸いた夜間の持ち主である娘の夫を跡継ぎにすると約束しました。すると一番下の娘の夜間が初めに沸騰します。なぜでしょう。他の二人の娘は沸騰しているか確認するため蓋を何度か開けていますが、下の娘は蓋を閉じたままにしていたためです。数学の問題言ってみます。冗談ですって。必要なのは論理力だけですよ。一本の線を使って188から200にしてください。一本の線を使って188を水平に切りましょう。こうすると100が2つできますよね。とある人は2000年に25歳、2005年には20歳でした。こんなことがどうして可能なのでしょうか。紀元前 BC 生まれの人だったからです。とある男性は友人のパーティーへ行くため妻に日の出までには帰ると伝えます。男性はひげを剃って自宅を出ました。約束通りに夜明けまでに帰宅すると、彼の顔には長くて厚いひげが生えています。なぜでしょう。男性と奥さんは何ヶ月も続くことがある極夜がある地域に住んでいたからなんです。男性はニューヨークからボストンまで車を走らせています。到着間際で実は初めからタイヤがパンクしていたことに気づきました。しかし問題なく目的地へ到着。パンクしていたタイヤの影響は全く受けなかったようです。一体どういうことでしょう。パンクしていたのはスペアのタイヤです。大企業の最高財務責任者であるジョンは重要な契約書に同意するようついに新規のパートナーを説得しました。書類をフォルダーに入れて自分のオフィスのテーブルに置いておきます。次の朝仕事に向かうとフォルダーがなくなっていました。そこで当時オフィスにいた従業員を集め尋問を開始。清掃員の女性は床の掃除で忙しく周りを注意して見ていなかったと言います。デザイナーは自分の作業スペースから離れていない、それに芸術家であるため契約書には興味がないと話しました。会計士はある書類にサインをしてもらうためにジョンのオフィスに入ったことを認めています。しかし中に誰もいないと気づくとすぐに立ち去ったそうです。さて、書類を取ったのは誰でしょう。デザイナーが犯人。ジョンは尋問した際に何のファイルがなくなったかについて話していません。ではなぜデザイナーは契約書であったと知っていたのでしょうか。おかしいですよね。エリックは黒い靴下のみ、または白い靴下のみしか履きません。ある朝、新しいパートナーとの重要な会議のために準備をしていました。すると突然停電になったのです。
白い靴下10足と黒い靴下10足が引き出しに入っていますが、すべてごちゃ混ぜになっています。違う色の靴下を履いて恥ずかしい思いをしたくないエリック。でも完全に真っ暗な部屋の中でエリックは何も見えない状態です。同じ色の靴下を取り出すには何個の靴下を取ればよいでしょうか。3つもあれば十分。3つあればそのうち2つが同じ色になるはずですからね。お腹を空かせた吸血鬼が人通りのない夜道であなたの後をつけてきています。突然ドアの開いた家を見かけたのでそこに隠れることにしました。すぐにドアを閉めたために吸血鬼は家には入ってこれません。しかし外で待っていることはできるでしょう。まだ希望はありますよ。家から出るためのドアは3つ。1つ目のドアを開けると液体の溶岩、2つ目のドアの先には人間の頭ほどの大きさのタランチュラ、3つ目のドアに関しては大きな犬が鳴いているような声がドアの向こうから聞こえます。正直怖いですよね。さてどうしたらよいでしょうか。朝まで待ちましょう。吸血鬼は太陽光に耐えられないため朝になれば安全なはずです。壁にある水道から少しずつ流れ出てくる水で溢れる部屋に閉じ込められています。部屋に窓はなくドアは閉まっています。あるのはモップと大きなバケツ。さてこの状況から抜け出すにはどうすればよいでしょうか。やだな、水道を止めればいいじゃないですか。これでよし。ジェーンは会議のために用意した書類を誰かに盗まれたと上司に話します。さらにジェーンはスマートなスーツ、手袋、黒い覆面をつけた人が来るのを目撃したそうです。容疑者は3つの指輪をつけていたそうです。上司はジェーンを信じませんでした。なぜでしょう。ジェーンは容疑者が手袋をしていたと言っていましたよね。ということは指輪をしていたかどうかなんてわかりません。ジェーンはただ単に書類を印刷し忘れてしまったんです。ホテルのオーナーが進捗状況を確認するために建設現場にやってきました。いろいろな計画があるためすぐにお客を迎え入れたいと考えています。視察の途中でオーナーは重要な書類の入ったブリーフケースをテーブルに置きました。すると作業員の誰かがそれを掴んで走り去ります。オーナーは犯人の顔を見ることはできませんでしたが、すぐに警察に通報。容疑者は3名です。建築家は工事現場にまだ通っていない電気を手配しようと電話をしていたと言います。デザイナーは警察に対し壁に最適なペンキの色を探していたと説明。電気技師は地下で割れた電球の修理をしていたと話します。刑事は嘘をついている人を見抜きました。皆さんにはわかりますか。正解は電気技師。工事現場にまだ電気が通っていないなら電球の修理をしていたというのはおかしいですよね。嘘つきはいけませんよ。超大金持ちのビジネスマンカール・ジェンキンスは暗い部屋に一人で監禁されてしまいました。携帯の充電はあと少し。送信できるメッセージは1通のみです。携帯のメッセージが盗み見られる可能性を考えたカールは高校時代の友人で探偵のジョン・スミスに暗号を送ることにしました。その昔高校時代に2人は暗号を使ってよく遊んでいたのです。カールは当時と同じ暗号をジョンに送りました。そのメッセージがこちら。ヒアヌアヒオルテケ。暗号を解読できますか。高校時代に2人が使っていた暗号は一文字ずらし。解読するにはあいうえお順に一つ前の文字へ戻ります。するとこのようになりますね。犯人はエリック。犯人はエリック。暗号を読んだジョンは
エリックという名前に心当たりがありました。カールの会社の重役がエリックという名前だったのです。ジョンはエリックに数年前のパーティーで会ったことがありました。エリックの顔を知っていたジョンは自分一人でカールの救出に向かうことにしました。まずはカールの屋敷で手がかりを探さなくてはなりません。そのカールの屋敷の鍵はエリックが持っていたはずです。受付のケリーはエリックはいつも午後2時になるとお気に入りのカフェで取引相手とランチをするという情報を与えてくれました。そこにはヒゲを生やした姿のエリックが何者かと商談をしていました。それぞれの横には全く同じに見えるブリーフケースが置いてありました。エリックの商談相手がカフェを後にするのを待ちました。すると二人は車へ向かい、後部座席にケースを置き、車を駐車場に停めたままその場を後にしました。うっかりしていたのか、車の鍵は開いたままになっているようです。さて、ジョンが持ち去るべきはどちらのケースでしょうか。真新しく見える方を持ち去るべきです。商談相手のケースには傷がついていましたね。どちらのケースもナンバー式のロックがかけられています。見つかることを避けるため、ジョンは車の中でケースの鍵を開けなくてはなりません。さあ、この新しいブリーフケースのロックを解除できますか。最初に試すべき数字は最初に000を試しましょう。ブリーフケースが見たままの新品だった場合、鍵の数字は最初000になっているはずです。どうやらエリックに数字をセットする時間はなかったようで、鍵は開きました。そもそも車の鍵をかけるのを忘れるほど油断しやすい性格をしているわけですから、数字を000のままにしていたのも頷けるでしょう。鍵を手に入れた探偵のジョンはカールの屋敷に向かいました。玄関を鍵で開けて中に入り、2階の書斎へと向かうことにしました。ジョンはこの書斎に昔来たことがあったため、向かうための階段に仕掛けがしてあることを知っていました。間違った段に足をかけてしまうと、地下室へと真っ逆さまに落とされ、自力で脱出することができなくなってしまいます。ジョンが踏んではいけない段はどれでしょう。真ん中に隙間のある段、これが目印になっていますね。踏めば暗い部屋に真っ逆さま、中はコウモリと雲だらけでしょう。さて、書斎の扉の前までやってきたジョン。カールはいつもここをボタンを使って開けていました。目の前にあるのは3つのボタン、黄色と緑と青が並んでいます。絵を描くのが好きなカールならば、どのボタンを正解にしていそうですか。青と黄色を組み合わせると緑になりますね。緑を押すとボタンが開きます。事件の真相を知るために欠かせない書類の入った金庫にたどり着きました。しかし当たり前なことに、この金庫にもコードロックがかけられています。そして注意書きの文章も書いてあるのがわかります。コードの入力が許されるのは1回のみ。間違ったコードを入力すれば金庫は二度と開かない。手がかりを求めて見回したジョンはヒントを見つけました。机の上に秘密コードと書かれたメモがあり、3桁の数字が書かれていました。しかし真ん中がインクのシミで潰れてしまって読むことができません。1回だけの挑戦で金庫を開けることができますか。コードは371。頻繁に使われていればボタンはすり減っているはずです。3と1はもう分かっているので、あと1つ7が正解の数字になっています。というわけで機密文書が手に入りました。ジョンがそれらに目を通していくと、どうやら必要そうな書類が見つかりました。ただし束の偽物の中から本物の書類を1枚だけ見つけ出し、それを証拠として提出する必要があります。どれも同じに見える4枚の書類のうち、本物はどれでしょう。
左上の書類が本物、印鑑とサイン、そして重要書類と正しく書かれています。隣のものは似ているようで、書類の名前が重要書眼、他はそれぞれ印鑑かサインが抜け落ちています。というわけで、この重要書類をくまなく読んでみると、内容はオークションで落札されたとある絵画についてでした。ジョンは無人となったこの屋敷から高価な美術品を盗むために、何者かがカールを誘拐したことに気づきました。しかしカールのコレクションを見ても、絵は一枚も盗まれていません。とはいえ、何かがおかしいですね。一体何が盗まれたのでしょう。絵画は確かに盗まれていませんが、その絵画についていた額縁が一つ盗まれています。書類によれば、絵画はつい最近落札されたもので、ある美術商がその手助けをしていたようでした。この美術商は正直な男で、これまでにカールが落札した絵画が全て本物であることを保証していました。しかし今回に限っては、絵は偽物でした。では美術商はどうしてカールにその絵画を買うよう言ったのでしょうか。確かに絵は偽物で、何の価値もありませんでした。しかし盗まれたことからもわかるように、額縁は非常に高価なものだったのです。事件の真相がなんとなくわかってきました。カールの額縁を盗もうとして、全ての犯行は仕組まれたのです。ジョンは屋敷の外へ向かい、カールの誘拐犯が逃げた先を絞り込もうとしました。道路に残された跡をたどり、カールの居場所を探し当てました。どこへ向かうべきでしょうか。左のタイヤ跡を追いましょう。道路には3つのタイヤ跡が残されています。1つはジョンの車のもので、1つは一筋で細いため、それが自転車のものであることがわかります。自転車での誘拐は行うことが難しいでしょう。郵便配達人のものと考えるのが自然です。しかし最後のタイヤ跡は明らかに大きな車が残したものです。これを追いかけましょう。どうやら道筋に曲がり角はなく、車をまっすぐ走らせるだけで犯人の居場所まで行くことができそうです。30分後、たどり着いた場所はお城でした。目の前には3つのお堀があります。1つ目のお堀の底には、先の尖った鉄棒が並んでいます。安全に飛び越える方法は。おっと、そばに気球があるじゃないですか。これを使いましょう。次のお堀は炎で満たされています。気球は砂が燃料が少なく、あまり長く飛ぶことができそうにありません。真上を飛ぶのは危険そうです。しかしそれでも彼は気球でその上を通り抜けることに成功しました。一体どうやった。地球の重りの袋には砂が入っています。これを火に振りかけたのです。最後のお堀は溶岩で満たされています。渡る方法を見つけるのに少し時間がかかりましたが、それでもジョンは安全に渡ることに成功しました。どうやった。彼の周りには石がたくさんありました。溶岩は浅かったため、そのうちに足場ができ、彼はその上を渡っていったのです。お城の中に入ると、狭いホールの中に出ました。目の前には3つのドアが並んでいました。それぞれの上にはサインが並んでいます。ドアのうち1つは逃げ出せない迷宮につながっている。ドアのうち1つは出口につながっている。そこを通ると3つのお堀を再び越えなくてはならない。ドアのうち1つは君が探しているものだ。しかしそんな文章とは関係なく、ジョンはドアを見てカールが通ったものを見つけてしまいました。そのドアは一体どれでしょう。
ドアノブは光る金属でできています。ツルツルした表面には指紋が残されていますね。ジョンが扉を開くと、そこにはカールが閉じ込められていました。部屋から飛び出すカールと共に出口へ向かうと、途中に額縁がいくつか飾られていました。カールの額縁はどれ？真ん中の長方形が正解。先ほど見た絵画はちょうどこの形をしていましたね。お城から脱出した2人は車に乗り込み警察署に向かいました。そこで待っていた刑事はすでに3人の容疑者を捕まえていました。カールとジョンは別々に部屋に入り、それぞれ同じ人物を犯人だと指さしました。選んだのは誰でしょう？右の男。カールはその男が美術商だったので、その男を指さしました。そしてジョンはその男がエリックと食事をしていた男だったので指を指しました。そう、この事件の犯人はこの美術商だったのです。